そう、あとね、祭りがさ、聞いてよ。あの、祭りちゃんがさ、前回のホロマッチの時、ね、祭りちゃんのこと好きって言ったらさ、いや、祭りちゃんは、そういうのじゃなくて、みたいな。言われたっていう人いたじゃん。覚えてる？祭り、ちょいちょい話してたと思うんだけど、祭りちゃんはそういう恋愛対象とかじゃなくて、みたいな。すごい尊敬してはいるんですけど、って言われた人いたじゃん。その人来てくれて、そうそう、来てくれてね。で、なんか、その人がなんか話があるって言って、はいって言ったら、なんかいや、なんかいろいろその後もまつりちゃん見てて、ちょっとなんか変わったっていうかみたいな。ええ、もしかしてそういう好きになったってことって言ったら、まあそうですねとか言われて、出れたー、落ちたーと思って、1年かけて忘れ落としたんだと思って、そうそうなんですよ、攻略成功しちゃったやったぜ。そう、大優勝してきました。本日もね、ありがとうございます。今日はね、今この日、いや、まつりちゃんは恋愛的にじゃなくて、まあ、尊敬はしてるし可愛いと思うけど、まあ、そういう目線じゃないからって思ってる、そこの君、まあ、歌枠くらいしか見ないな、うん、って思ってる、そこの君、そこの君だよ。もう1年後わからんよ1年後わかんないよ、好きになっちゃってるかもよ、うん、はい、落とされました本日はお疲れ様でした。尊敬から別の感情に変わったことを伝えられて、伝えようとしてまつりちゃんにいじられたのがいい思い出になりました。これからも可愛いまつりちゃんを推していきます。ありがとうねやったぜ、まつりの勝ち